トツ待ちとつまちちょっと軽くとつまちするじゃんもう来たよいきなり来たよもしもしもう<わ> <laughs> 一発目失礼しちょっと待って <laughs> <laughs> 俺の声聞こえる <laughs> お前さお前悩みなんてねえだろう <laughs> これから頑張っていくださいねん,んですおち,ちゃんお父ちゃんお父ちゃん鼻臭お父ち,ち,ちゃんお父ちんお父ちゃ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 んおちゃんお父ちゃんおちゃんおちゃんお父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 ちゃん今日 <laughs> 久,々久しぶりだね、音ちゃんねあ。そうですね。じゃあ悩みがどんどん体重が増えていくことなんですか。ああ、なるほど。今、音ちゃん何歳今14歳か。14歳で何キロあるの前までは110キロ行ってなかったのに、急に113キロなんで113キロいや、3キロなんて100キロ以上だったら誤差だよ、そんなもん。 うんこしたら3キロ減るでそうですね。結構そんな,なだ、だって今十二、十四ってことは中二だろもう中三もう中三か。俺は中三の頃は1 3 0キロあったよ、はい、ちなみに。すげ<ぐ>す,すごい。すごい。<え>おとゃん、すごい。おとじゃん、その、なんかすごい、あの、ヘッドホンのマイクの部分めちゃくちゃ曲がってるけど、それ、<laughs> それ音拾うんか、それ。拾ってます。<laughs> あ、それ。めっちゃ巻き。 <laughs> そのヘッドホンで喋ってんね今、俺と。そうです。<laughs> なるほどな、おとちゃん。そうか。今日は、ね、なに、うん、最近、外にやっぱ行けないから、暇なのおとちゃんは。そうですね。あ、そうなんだ。とちゃん、まあ、<近>暇なんで、<ー>たまにマっ込んじゃうとのー <laughs> な。何なんだよ、それ。<laughs> もう一回 <laughs>。今、こうやって電話してるじゃないですか。はいはい、僕、今、めちゃくちゃ緊張してるんですよ。はははははいはいはい、はいい で、これ、僕、本当はいろんな人と話したいんですけど、緊張してきて、ははは手まで痺れてるんですよ。なるほど。これ、あ、有吉さんって結構昔から配信やられてるじゃないですか。そうね。どうですかどういう気持ちでやってるんですかいや、でもね、<な>いや、でもね、<laughs> じゃあちょっとここで、鳴らせていただいても、ダメでしょうが。<laughs> ど、どう,う、どう、どういうとあの、歌を一曲歌っても、あなるほど それで打ち破れるならもう全然もう本当どうぞどうぞどう,ぞいいも,うもう。失礼しますえ p a t is over. それでも踊りたかった。And never let 情熱の日はいつしが。 あ、もしもし。はい、もしもし。性に関しての相談いいんですかまあ、ちょっと伏せながら行こうか。あの、ゴリゴリな表現じゃなく、ちょっと、伏せながらね。自分でする、一人だけでする恋があるじゃないですか。はいはいはい、ソロプレイ。男子特有のソロプレイ。ソロプレイしたときに、そのまま、るんですよ。で、自分、最近、じゃなくて、水が出てくるんですよ。水。水はい。 なんか水っぽい水が出てくるんですよえ、でもそれを見た感じはいやえガチ、ガチ水、うん、がなちょっといや匂いは、うん、の匂いが、うん、はいはいはい <laughs> でもあの水なんですよえーこ<れ>っとねはい病院に行こうか有毛さん、僕有毛さんのこと大好きですよお、ありがとうどんぐらい好き え、もう100あったら超えて2000いってます、うんお。じゃあ俺のストリートファイターの LP は今何ぼ？えー、全く理解できないです。さようなら。はい、もしもし。えー、アリケンさん、こんにちは。えー、私としても、えー、悩みが、えー、ただありますが、えー、相談したいことがあ一つだけあります。大体予想はつくけど何でしょうか。えー、まあ、例の、例のあれですよね。 最近、まあ、皆さん困ってると思いますが、例のあれですよね。例のあれを、まあ、私は、私、まあ、も解決したいと思って、まあ、マスクを2枚、まあ、配布したわけですが、えー、予想以上に勢いが。<laughs> いや、お前、そこは興奮しないでくださいだろ、お前 <laughs>。お前も猿になるだよおめ <laughs> あ、お前。はじめまして、あの、はじめまして、どうも。えっと、僕、 アリケンさんをあのマジックの動画から知ったんですよ。はい、はい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 。で、あのそっから、なんかちょっと憧れて、マジックに。あ、なるほど、はい。ちょっとあの、練習をしたんですよ。おおの最近、ちょっとあれで暇じゃないですか。そうだね、暇だね。で、あの、見せる機会がないと。なるほど、そしなかったもんな、俺も、とつまちとかね、全然。あ、はいはいはい。見せてくれるのいいっすか お俺のあれからマジックをちょっとじゃあいいっすかじゃあど,どんな感じでいきますカメラつけますかカメラあお願いしますはいはいどうぞそれじゃあ、はい、マジックじゃあ見,て見せてもらおう俺の配信から始めたマジックさどうぞはいえー、っとまずちょっとつかみで、はい、まあ一瞬であるんですけどルビックキューブ を使ったマジックをします一応見せます全部バラバラですよねそうですねバラバラですねでえー、っとルービックキューブの世界記録が、うん、確か4秒ぐらいだったんですよね早いで僕さすがに4秒は無理なんで、うん、10秒でいきたいと思いますはいち k <OK> じゃあ数えますじゃあ用意スタートでいい俺があはいどうぞお願いします用意スタート1 2 3 456789 <laughs> 見ました今<は>一瞬ですべてがそろえますお分かりいただけただろうか全然見えなかった今ありがとうございます まあ、で。<laughs> 素晴らしいえすごいすごい、はいまあ、もう一個簡単なマジックなんですけどトランプでやっていいですかありがとうございますじゃあえー、っと先日、はい、その、いとこに見せる機会があったんですけどちっちゃいとこなんでなんかぐちゃぐちゃにされちゃったんですよ、こういうふうに、はい、ああなるほどなるほどはいはい ああ、どんどんあぐちゃぐちゃにしちゃって。ああ、全然です。ああ、もう知らないよ、もうぐちゃにちゃって、その、いとこ的にはまあ、なんでもいいんで、喜ぶじゃないですか。そうね。でも、一応、僕、マジシャンなんで、ははいい困るんですよね。まあ、喜んでくれるから、いいんですけど。まあ、この状態だと、えっと、裏と表があったり、えっと、 あ表と裏があったり、ぐぐちゃぐちゃゃやな、えー、たまにありました。裏と裏があったりするんですよ。でも、いやいや、まさかまさかそんなさっきぐちゃぐちゃに<ー>で、<あ>ここに表のカードがありますよね。<laughs> 4枚のすなんですけど、<laughs> <う>まあこれを使って今回は、ねえ。え、ちょっとえそれを使って今ので終わりじゃないのあ、まあ、今のもちょっとあー うん、まあまあ、そんな感じで。え、ちょっと待って。じゃあ今回これを使って。<laughs> え、俺のあの動画を見て始めたんだよね。<laughs> あ、はい、そうです。レベル高くね、お前 <laughs> あ。ありがとうございます。じゃあ、まあメンタル系という、メンタル系というか、あなたの、言う、はい、んあなたを誘導します、今から。お俺、まあまあ引っかかんないよ。ありがとうございます。で、うん、このカードの中で1枚マークを選んできた、うん、い。 選んでもらいたいんですけど、うん、まずこのハート一番人気ですよね。うん、で、おそらく一二三四番目の人気で、多分これが一番人気ない。ですけど、うん、ーーこの四枚のマークの中で、どれがいいですか。うん、え俺言っていいの。はい、俺はスペードのエース好きよ。スペードのエース好き。わ、うん、かりました。四番だけど。四番だけどですかで。これ。完全に予想できてました。うん、これ、なん、なんでかっていうと。 見えますかね？まあ行きます。一、二、三、四枚の中で一枚だけ青いカード。これがスペードでしたんですね。え、俺はも今誘導されたんか。マジシャンっていうのはその例えばアリケンさんがハートとか行ったときに、うん、間違えましたじゃ許されないんですよね。そうね。四分の一を当てただけじゃね。はいはい。でまあそういう時は。 まあさっきのルービックキューブルと一緒だ。あ、違う。えー、さっきと同じで、指を直すと。いやいや、さっき青か。青の1、2、3、4枚の中で1枚だけ赤いカード。これが、ハートです。嘘だろう。いつ、え、いつどのタイミングで袖もまくってるよねまあ一応、全部できないんですけど、まあ。 今回は、ここら辺にしまして。<laughs> いや、お前、お前、え、俺の動画見てから始めたんだよね。はい。始めました。すごいよ、この成長。え、すげえ、お前、<laughs> プロのマジシャン名乗っていいよ。あ、ありがとうございます。ちょっとまた今度見せに来てよ、またトツ持ちするから。あ、はい。 すごい,い<や>ありがとうございますありがとうございましたありがとうございました今日はここら辺で終わりにしたいと思います。高評価とね、チャンネル登録してくれたらありがたいです。それじゃあ、皆さん、お疲れ様でした。またなバイバイいやルーズぞみんな、スパチャーしてくれた人、ありがとう今日は、たくさんもらって嬉しい